サンデーフレッシュワイのワイの九十は九百七十五年十月十二日から九百八十八年四月十日に毎日放送で毎週日曜日十六時三十分十八時に放送されたラジオ番組コカ・コーラの一社提供番組である地佐都急放送センターから放送されていた番組開始当初のタイトルはサンデーフレッシュ行園鶴瓶のワイのワイの九十で 中村孝信もパーソナリティの一人だったが、1977年7月31日の放送で降板し、1977年8月7日からはタイトル変更した。落語家の小福亭鶴瓶をパーソナリティに、スタジオに集まった観客と共に、リスナーからのハガキを紹介したり、ゲストとのトークやライブを楽しむという体裁だった。川柳のコーナーや、 観客が親に電話をして、感謝の言葉を読み上げる、感謝のコーナーなど、たくさんの人気コーナーがあったが、いつ頃からか鶴瓶自身がコーナーを、コーナー、と読むことが恒例となった。放送内で当時ヒット曲だった、沢田賢治の、時をパロディーにした、のきを言う歌を鶴瓶が歌い、この歌詞の中に出てくる兵庫県三田市農業、共同組合から感謝状と、米一票を贈られた。 番組終了後に MBS テレビで感謝のコーナーのコーナーを流用したえ加減2世。本当にねえ。を開始させた。あと番組は K ・オサムがパーソナリティのサンデーフレッシュワイワイカーニバル。番組開始当時は無名だった鶴瓶の起用はスポンサーであるコカ・コーラ側が当初難色を示していたが、毎日放送側の粘り強い説得で番組を開始させた。 あとに鶴瓶のスケジュールが多忙になっても出演を続行していたのは番組開始当初の恩義を感じていたためである。最終回の放送には瀬戸大橋開通記念の生放送のテレビ特番終了後にヘリコプターで駆けつけた。その最終回で話していたところによると降板の理由は自分が番組を面白いと思っている間にやめようと決意したためだという。 ありがとうございます。